今日は快晴ですね。これからどこへ行くんですか？炭鉱中学に行きます。炭鉱中学はどこですか？多くの観光客でにぎわう淡水の航路の前にある急な坂を登り切った高台に炭鉱中学があります。そうなんですか。質問なんですけど、炭鉱中学はいつ創立されましたか？炭鉱中学が創立されたのは1914年です。最初は台湾発の進学校として開校されましたが、その後一般教育も行われるようになりました。すごい。炭鉱中学は他にも何か特徴ありますか？実は中華圏で大人気のアーティスト J 超がこの学校の出身です。え、本当ですか？私は彼の大ファンなんです。そうなんですか。そういえばとっても暑いですね。飲み物を買いませんか？いいですよ。私はタピオカミルクティーが有名だって聞いたんですけど。ここのお店のミルクティーはとっても人気がありますよ。飲んでみます。うん、こんなに美味しいミルクティーは初めて飲みました。気に入ってもらえてよかったです。わざわざ迎えに来てくださってありがとうございました。いえいえ、気にしないでください。